ねえキリト、え、よくわかったね。気づかれちゃったか。うん、実はちゃんと目的はあるよ。自分から言うのは恥ずかしいっていうか、まだ秘密にしてていい？私の目的を当てるためにホローエリアへ行くのはどう？いいよ。それじゃあ早速行こう。Thank you.
Thank you.
ねえ、早く聞かせてよ。キリトにずっと様子が変だって思われた時だね。やっぱりキリトはすごいね。見事正解だよ。ただ正確に言うと、攻略抜きっていうよりはオレンジカーソルじゃない状態でかな。キリトと最初に会った時、危険な未知のエリアだっていうのにすごく楽しそうにしてたでしょ？私もホローエリアをあんな風に楽しみたいなって思ったんだ。おかげでちゃんと楽しめてるけどね。ほら、私がシステムの異常でオレンジカーソルになっていた時は一緒に帰るなんてできなかったから。だって私がシステムに阻まれて転移できないって知られちゃったら、キリトがどう思うかわからなかったから。それでも最後までキリトは私の支えになってくれたよね。本当に嬉しかった。こうしてキリトとホローエリアに来るのって、実はもう一つ目的があるんだ。うん、そうなの。そのもう一つの目的は、次の機会に教えてあげるね。